平あたり4560万円路線化は、市街地的形態を形成する地域の路線に面する、宅地の1平方メートルあたりの評価額のこと。課税価格を計算する基準となるものであり、相続税や贈与税のもととなる相続税路線化と、固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税のもととなる固定資産税路線化がある。 単に、路線価といった場合、相続税路線価を指すことが多い。相続税路線価は、土地取引の指標となる、工事地価の8割程度の価格となっており、国税局長によって定められている。国税庁によって、例年7月に1月1日時点の価格が公表されている。2011年11月1日、国税庁は、 東日本大震災を反映した調整率を発表した。固定資産税路線化は工事地価の7割を目途とする価格であり、市町村長によって定められている。1月1日時点の価格であり、その価格は原則として3年に1回の基準年度に見直される。市町村長は原則として、毎年3月31日までに固定資産の価格等を決定し、 その決定後に地帯なく路線化を公表することとなっている。最高路線化は、ある地域の路線化のうち最も評価額が高かったものを指す。国税庁が毎年発表している各都道府県庁所在都市の最高路線化の変遷、及び政令指定都市のそれらを以下に記載する。東京都の場合は、都庁所在地の新宿区に限らず、特別区部の範囲である。 ありがとうございます。